僕らが本当全員生きてたっていうことがすごい奇跡的で、最初は児童相談所に入って食べること自体が怖いっていう経験からスタートするみたいな。でやっぱ言葉の壁もすごくきつくて、わがままっていう日本語はどういう意味なの教えてって。こんにちは、タレントモデルのブロです。アチャプロジェクト代表もくちゃんです。映像作家絵本作家のライトです。スリーフラックスです。はい、今日は、スペシャル回ということで特別なゲストの方に来ていただいております。矢野デイビッドさんです。よろしくお願いします。矢野デイビッドさんの日本人の、お父さんとガーナ人の、お母さんとの間にガーナで生まれて、日本に来て児童養護施設で育った経験のあるということで、まず、ハーフという言葉の使い方について少しちょっとお話を聞きしたいなと思って、あまりこう適切じゃないっていう意見もあるっていうことなんですけど、ちょっと教えていただけますか。今ってそのもうちょっと前からも始まってたことなんですけど、こうハーフっていう言葉は良くないんじゃないかっていうあの動きがいろんな人たちの中で動き始めていて、でそれで例えばダブルって呼ぶべきだ、ミックスって呼ぶべきだとか、でその他にも多分それぞれのいろんなミックスの人種ごとにその自分たちの今の特に10代20代の若い世代は呼び方を作ったりしていて、造語的に作ってるんですけど、なんかすごくまあ難しいし、例えばもう、ね、地上波とかではもうあまり使わないようにしましょうっていう動きもあるくらいで、僕自身はそのあまりよく思われないかもしれないけれど、なんか2週ぐらいしてどんな呼び方でもいいんじゃないかなって思うようになったんですよ。でどうしてかというと、自分としてはその言葉の意味そのものを自分でこうその価値づけ意味づけをすればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。その人その人にとって自分が意味づけとしてしっくりくるもの、もしくは自分が誇りに思えるような呼び方があればいいんじゃないかなって個人的には思います、ね、なるほど。デビッドさんも出てる2013年のドキュメンタリー映画のハーフという映画が、ね、僕らも見たけどとってもいい、もういろんなことを考えさせられる、ね、映画になってるので、興味ある方 Amazon プライムで見れるので見てみてください。はい、デビッドさんの生い立ちについてお聞かせいただけますか。もともとその父親があの建築家で世界中を回っていて、そしてガーナに来てあの野口英世研究所とか記念館をこの、建築家として設計とあといろいろ現場のことをやるその担当者としてこう派遣されたんですよね。でその間にお母さんと出会って、結婚して僕たちが生まれるっていうことがあって、それで僕たちはその僕男3兄弟なんですけど、男みんなその最初ガーナで生まれてしばらく育っていて、で最初はその父親はその仕事をしながらガーナにこういたりとかいなかったりしたんですけど、途中でもうちょっと辞表を出してガーナに戻ってきて、退職金で養鶏場こう鶏とかいろいろそういうのをこう飼育するとか買って売ってこう生計を立てるっていう仕事をしていたんですけど、こう僕が6歳になる頃、5、6歳ぐらいの頃かな、すごくうまくいくようになって、やっとちょっと本当に面白いことになりそうだって、もうやっぱ両親も思ってたし、僕たちもすごくガーナの生活すごく気に入ってて楽しくて、でそんな中ある日その僕たちが夜みんなでこう、ね、こう家族の時間を過ごしている時にこう突然こうまあ、自分たちは犬を飼っていたんだけれど、突然こうなんか威嚇し始めて、まあ、本当いろんな話を発し寄ると、こう誰かが玄関の扉をこうズコってこう斧で叩き始めて、こう斧がスコンって入ってくるみたいなでどういうことだと思ったら、やっぱ犬もこう、ね、威嚇するのやめて、こういたぶられてる鳴き声になって、やがては声がしなくなって、でやがてはその囲め絶対誰も逃がすなっていう声が外から聞こえ始めてきて、で自分たちがもうなんかいろいろ我に返る頃にはもう家を囲まれてるし、何人いるかもわからないぐらいの数で、もう仕方なく唯一冷静だった父親がその僕たちがどこに隠れるべきかどうするべきかをすごく指示出しながら、こう電気を消したり電球を取ったりとか、でやっぱ護身用に銃を持ってたので、それを持って寝室に入ってきて鍵を閉めて、でもう扉が破られてもすごい数の人が入ってきて、開けろ開けろって言って寝室で鍵かけてるんで入ってこれないんだけど、開けろ開けろすごい言うんですよ。すごい怖くて、父親はもう戦わなきゃと思ってこう持ってるピストルをこう撃ったんだけれども、その不良品で弾が出なかった。
でもうこれはもうダメだと思ってもう参りましたって言って、で今からちょっと電気もつけるしこの銃も置くし僕たちは全くあの何もしないから落ち着いてくれっていうのでこう扉開けて、もういるのにも関係なくもう家のものどんどんすごいスピードでみんな出していくんですよ。でこう僕ら家族一列に並ぶように伝えられて、でこのライフルを持ってるボスとか副ボスが目の前にいたりして、でその彼らの話し合いはどうする、その家族全員殺そうか、それとも親だけ殺せばいいかって、子供ちっちゃそうだしそのうちらのところまで多分来ないだろうって、いやでも家族全員殺せば間違いないだろうっていうような話をしていて、で、まあ、たまたまなんかその中になんかこうそれは良くないって言ってくれてる、後で分かったのがその親戚の友達だったみたい、知り合いだったような人がいて、でそういう人がなんで入ってるんだって思うかもしれないんですけど、まあ、当時すごくあの経済がすごく悪くてもうそうせざるを得ないっていう、もう本当にいろんな理由があったんですけど、もう全部こう端折るんですけど、でも彼がそうやってやっぱ家族を壊せるためにも、だけど誰かをあの殺めるというか命を取るなんて聞いてなかったからっていうので、それはやめようよって話とかしてくれて、で向こうが揉め始めちゃって、ですごい喧嘩が起きたりして、でこう落ち着いた頃にこう入ってきた人がもうやばいなと思ったんだけれども、ちょっと今日冷めちゃったから帰るかって言ってくれて、で帰ってくれて、で僕らがあの襲われる半年前ぐらいに近所のドイツ人夫婦がいたんですけど、その人たちも同じような盗賊に、多分同じ人たちなんですけど襲われて、だけどもうそのままあの命まで奪われてしまって、だから僕らが本当全員生きてたっていうことがすごい奇跡的で、でもすみません残ってるもの全部父親とか家族お母さんも売ってできたお金で、なんとかみんな家族みんなが日本に来れるお金が貯まったからこう逃げるように日本に来たっていう、すごいもうすでに映画のような、うん、情景がねもう浮かんでくるだけで恐ろしい、うん、日本人が盗賊に襲われてその間に何どう対処するかなんて多分想定しないまま生きてるから、なんか想像もね、うん、しないし、でもなんか今もねそういう現状のなんか世界があるっていうのもなんか信じられないぐらいなんだけど、やっぱりそういうのがあるんだなっていうのは知っとくべきことだなと思います。ちなみに今のガーナって当時よりも治安は良くなったんですか？いやもうすっごい治安が良くなって、でもともとでもガーナはそれでもそのアフリカの中ですごく治安がもともと良くて、アフリカの中でもトップ3に入る平和な国だと言われている。じゃあ今旅行に行ってもアフリカの中では安全な、もうめちゃくちゃ平和じゃないかなと。あ、よかったよかった、すごい、ありがとうございます、はい、ガーナ情報でした。日本に来てからはそのやっぱり今ってやっぱねまだ今でも外国の人が日本に来てもまだ戸惑うことはあるし、日本の人たちも海外に行って戸惑うことがあるんだけれど、僕たちが日本に来たのって34、5年前で、でどっちかというと僕が道端をこう歩いてるだけで通りすがりの初めて会った小学生ぐらいの男の子が外人だって言って逃げていくような時代で、まあ、子供も子供なりに辛かったかもしれないんですけど、やっぱ親の方が特にお母さんの方がすごくしんどくて、で結構それがあってすり減っていく母の姿があり、でガーナはどっちかというと養鶏場してたっていうこともあって、みんな一緒にお母さんとお父さんは一緒に仕事をしていて、もう朝から晩まで一緒にいる、ですごく仲良くて有名だったんだけれども、やっぱ日本に来ると父親は仕事で会社に行かなきゃいけない、で母親は何もすることはないからずっと家にいる、友達もなかなかできないということがたくさんずっと続いたことによって、こういろんなこうあのすれ違いが起きたりとかストレスがあったりして、でうまくいかなくなって、結局お互い別々になったんですよ、父親と母親が。で僕たちはその流れの中で父親に引き取られたんですけども、ちょっと父親が精神的に結構やっぱきついのもあって、途中で僕たちをしっかり育てることがだんだん困難になってきたことがあって、そのまま僕たちはその勢いでその児童養護施設に入ることになったんですよ。でそれが僕たちが児童養護施設に入るきっかけだったんですけど、最初は児童相談所に入ってそこでちょっと過ごして、でなかなかその時に初めて日本の普通の料理を食べたぐらいの勢いで全然食べれなくて、もう食が合わなくて、
でお兄さんも言ってたんですけど、その最初こんにゃくを見た時にこれはオブジェかと思ったって言ってて、飾りなんじゃないかって、ところがそれを食ってるみたいな、なんかあのゼリーみたいなものでこうブツブツが入ってるもので、あの色で食べ物っていうのは多分みんな次生まれ変わった時に試してみたらいいと思うけど、初めて見たらびっくりするはずなんですよ。そっか食べ物かっていう、でそういうものがいっぱいあったりしてなかなか食べれなくて苦労をしたんだけど、でその後に児童養護施設に入ることになって、すごく幸運だったことは兄弟3人とも同じ児童養護施設に 入れたということ。それは本当にもう不幸中の幸い で、ちなみに僕らはその時点で日本語はほとんど話せなくて、あのインターナショナルスクールに通ってたので日本人の友達もほとんどいなくて、家の中はほとんど英語だったので、僕たちは児童養護施設に入ってから本格的に日本語を学び始めたみたいな感じで。それは何歳？で僕が児童養護施設に僕が入ったのは8歳、うん、そう、それがそれで入って、やっぱりその魚とかも含めて最初はやっぱ食べれないっていうか、あと何よりもその味付け、あ、味付けがガーナと全然違うからすごく違和感があるし、その怖、食べることそのものが怖い。そう、みんな大体そう、なんか食べること自体が怖いっていう経験からスタートするみたいな、うん、でやっぱちょっと食べてみると美味しくはなかったり、いやこれはまずいんじゃないかなって、ですごく辛かったのは、当時やっぱりその海外に行く人間ってほとんどいないし、その好き嫌いしちゃいけませんよっていう文化でみんな育ってるわけで、そうするとなんだこのわがままな子たちはっていうふうにその職員も思ってしまうというか、まだ児童養護施設はどうやってこの子たちを育てたらいいんだろうっていうのをすごく考えてくれていたからよかったけれど、やっぱ児童相談所は当時だけれどすごいそのイケイケというか、とりあえず食えっていう感じとか、お前らわがまま言ってんじゃねえよっていうことで、僕らのバックグラウンドとかルーツっていうのは全くどうでもよくて、とにかくここに来たからには全部食えっていう感じしかなくて、それですごい苦労したのがあったので。そうですよ、なんか好き嫌いというか、まあ、ダメだよっていうのは確かに、なんか私とかブロの頃もまだね根強かったんじゃない、私の施設はなんかそういうのかなりあって、だからでも好き嫌いはないんですけど、でも逆に何が好きで何が嫌いかがあんまりわからないというか、なんか全部食べれるよっていうので嫌いなものないって思うんだけど、自分で選べるってなるとこれはあんまりっていうのが、なんか大人になって出てきた時に、あ、嫌いなものあったんだっていう風になんか気づくみたいな。なんか逆になんか日本で来て食べてこれは美味しいって感じたものってなんか一個だけとかでもあるんですか？あと日本に来た時にその最初はあの日本で住む家が見つかるまでおばあちゃんたち のお家に住んでたんだよね、お父さんの、はい、でその時にやっぱその時から日本語の料理がなかなか食べれなくて、いろいろと何かどうしたら食べられるんだろうって言われて試行錯誤して、すごく美味しかったのがバター醤油ご飯。わー美味しい、止まらない止まらないダメだと思って。例えば今あの児童養護施設でもあのいろんなルーツを持った子どもたち増えてきてるっていうのもあるので、こういう対応されて嬉しかったなとか、そういったところをお聞かせいただけますか？うん、そうですね、まあ、やっぱ食はすごい苦労したけれど、一時期その例えば、まあ、食に戻っちゃうけど、やっぱこの子たち多分文化が違うんじゃないかっていうことで、その味覚が違うんじゃないかっていうことで、僕たち3人のために特別にそのハンバーグとか洋食が中心に出してくれた時期があって、でもそうすると他の子供たちがなんでこいつらだけ美味しいもん食ってんだよってなるっていうかなるよね、そうなっちゃうじゃん。だってそしたら俺もそれがいいってなるでしょみんなが魚とかなんかねブロッコリーとか食べてるところを僕らがパスタとかハンバーグとかチャーハンとか食ったりしていて、羨ましい、それは羨ましくなっちゃうね、羨ましくなっちゃうから結局そうなっちゃって、でそれをずっと言われてる僕らもしんどくなったりとか、職員もどうしたらいいんだろうっていうので、そこもなくなっちゃったりして、やっぱじゃあ普通に戻そうかってなったりとか、でやっぱ言葉の壁もすごくきつくて、例えばそのやっぱそのご飯の例えばご飯の時とかに僕らは食べれないから、デビッドってわがままだよなって、好き嫌いばっかりしてって言われて、本当お前わがままなやつだなって言われたりしても、わがままって何って言って、わがままっていう日本語はどういう意味なの教えてってすごい言われるから聞いても、いやわがままはわがままだよって言うし、で先生たちは職員はどちらかというと気を使って、そうねどういう意味なんだろうねとかっていう、うん、だけど
こっちはそのわがままっていう言葉を落とし込まないと何が起きてるのかわからないし、嫌な思いをしてることは分かってるんだけど、こういう時ってみんなやっぱりこう子供たちを平等に扱わなきゃいけないんだっていうふうに思ってしまうんだよね。でも実はそんなことなくて、やっぱり文化が違うとか言葉が話せないとか職が合わないっていうのは、これだけですごくあのディスアドバンテージというか、こう本当に2歩3歩5歩10歩ぐらい前から歩いてるから、その中でみんな同じフィールド同じように対応すると、それがその不公平になるっていう価値観を持った方がいいと思っていて、まだその僕たちがいた施設はその結構その教養が深い人たちがそのいたりしていて、でやっぱ担当の職員とかに言ってたらしいんですよ。やっぱそのこの子どもたちがあなたの担当になりますけれど、どういう思いでどういう苦を持って生きてるか分かりますかっていうふうに、その上の人が僕らの担当に行った時に、いやまあいろいろ言葉とかあるんですかねとか言ってた時に、いやまずその文化的に我々と馴染みのないその文化的なそのディスアドバンテージがまずあると、で言語もあると、でこのここにいる子どもたちと同じように親がいないという状況があったりとか、いろんなことを彼らは何十ものいろんな苦っていうものをその乗り越えらなきゃいけないものとか、そういったディスアドバンテージ的なものを持ってこの中にいるから、それをちゃんと意識して関わってあげなさいよっていうふうに言ってくれてたらしくて、そうでも正直当時はやっぱ 職員もどうしたらいいかわからないというか、でやっぱ今の職員の人たちにお伝えすると、やっぱそういうことがあるから、みんなを一緒にしようとするとすごく不幸、逆にそれ不公平になっちゃうんですよ。日本って結構全体主義な感じがすごく強くて、気持ちがわかるんだけど、でもその全体主義がやっぱそういう子どもたちはより生きにくくするから、ですごく僕は大事だと思うのは、そういう子どもが入ってくることはみんなやっぱりうわーめんどくさい子が来たって正直思ってる可能性もあると思うんですけど、そうじゃなくて、この子どもたちにとってすごくいい機会が訪れたと思ってほしいというか、やっぱ違う文化の人と一緒に育つこと、僕らもその違う文化を学ぶということ、どうやったら一緒に生きていけるんだろうっていうことを学ぶことはすごく大事だと思っていて、なかなかお金払ってでもできない経験なんだけど、その中でやっぱ職が違う、特に今だと宗教も違うみたいな、で僕の場合父親が日本人だったけど、きっと今の施設ってやっぱりこの両親とも外国籍、日本語を全く話してない、で学校にも行かせてなかった、で宗教が例えばモスリムとかヒンドゥとかいろんな宗教があると思うけど、全く馴染みのない宗教で入ってくる、しかもその例えばモスリムだったらこれは食べていい食べちゃいけない、こういう習慣があるというものも伝えられた上でお預かりすることになるっていうのはすごく大変だと思うけれど、そこをじゃあどうやってやっていこうかっていうことを考えることはすごく大事なのかなとか、僕が施設にいてすごく苦労を特にしていたのが最初の頃のやっぱ35年前ぐらいだとすると、今施設のそういった子どもたちをお預かりしている職員の人とたまに話す機会があって話すと、35年前止まってるんだあの時からって思うことがすごく多くて、これなんとかシェアしなきゃいけないなとか、なんかそういったその多分僕がいた施設の職員は例えば何かいろいろ対応してたけれど、そのいろいろ学んだことをみんなでシェアできるバンクみたいなものを作りたいなと思っていて、職員専用の、いや僕はでもいろいろ言ったけれど、なんだかんだ恵まれてる施設にいたと思っていて、というのはやっぱり入った時に最初は普通の小学校に通わせることをしなかったんですよ、先生とマンツーマンで1年ぐらい日本語の勉強させてくれて、で、まあ、そこも本当面白い話がいっぱいあるんだけど、なので僕はゆっくり自分のペースで1年ぐらいかけて先生と僕と特に弟マンツーマンで日本語の勉強しながら、で満を持して10歳の時に小学校4年生の時に日本の学校に入れてもらって、だからそれに関しては日本語をある程度話せるようになってから施設に小学校に入ったっていうのがあって、それは本当にすごい助かったと思ってるというか、でも今ってやっぱなかなかそういうこともまあできなかったりとかいろいろあると思うんですけど、実はそのやっぱ行政によってはすごくその準備をしている行政があったりとか、僕の肌感覚では神奈川はその多文化ルーツにおけるそういった受け皿がぶっちぎりで抜群にいいっていう、もう多分10年20年先行ってるかもしれないぐらい、はい、ではここまで、
デビットさんの生い立ちと、施設に入るまで、まあ、入ってからのご苦労とかもお話を聞いてきたんですが、次回は、大人になってからの活動をメインに聞いていきたいと思います。はい、では次回も楽しみに。楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。じゃねー。